どっち行ったらええか、分からなくなりました、全く分かりません、方向的にはこちらの方向、行ってみましょう。分かりません。ここまっすぐ行くんでしょうかね。伐採をしている人に教えてもらって、この方向が熊野古道の入り口にあるよって教えていただいたんですが、さあどこでしょう、どこでしょう。さあどこでしょうかね。わかりませんね。わかりません。看板も出てきません。先ほどまっすぐ行きましたが、今度はちょっとここを曲がって下へ来ていきます。わかりません。ここまっすぐ行くんでしょうかね。ここにありました。
ました。教えていただいて、あの辺で1時間うろうろしました。やれ。いや、参りました。ありがとうございます。教えていただいたから。石垣でずっと組まれていて、人が住んでいたような感じですね。水の中へ入ってしまいました。しかし水は非常に清らかで美しい水です。看板、その先ほどのところに看板作っていただかないとわからない。
ち場があって、当然急な下りだったですので、滑らないように注意が必要です。これが今、降りてきた位置です。降りてくるとこういう柵の、ちょうどここに標識が。これより4キロで長井坂ということです。では長井坂の方に向かいます。これが今出てきた道です。右側に太平洋が広がってます。枯れ木なら、で国道42号線、ということです。左側に、今日は、工事が土曜日ですので、工事が休みということで、ダンプカーがたくさん止まっております。少し42号線と並行して歩きます。
きな、看板が出てきました、世界遺産長井坂ということです。